今日は仕事に向かう時をすごい雨だったんですが、仕事場から出たらこんなに晴れていました。ただこの雨雲が今東北方面に向かっているというふうに先ほど天気予報でやっておりました。大きな地震があった後なので心配ですが、大丈夫でしょうか。さあ今日はですね、ミラクルサイクルライフの収録でございまして、はい、引田さんです、いつも、はい、引田でございます。いつもお世話になってます。カモミールさん、そしてカモミールさん、今日ゲストということで、はい、YouTube もやってらっしゃるということで、ちょっとわがまま言って撮らせてもらっちゃいました。 ありがとうございます。お会いできて嬉しいです。こちらこそです。すごい自転車乗ってらっしゃるんですね。自転車マニアぶりにもうびっくりしたところで、だってオイルが分かるんでしょ。そうそうそう、オイルの手触りと香りでメーカーが分かるんですって。すごいですよね。すごすぎ。いやもう、はい、ぜひあの、はい、リスナーの皆さん、はい、ね、番組も聞いていただきたいですし、そしてこのチャンネルご覧の皆様、カモミールさんの YouTube チャンネルもぜひとも、はい、概要欄にリンク貼っときますので、ぜひとも、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、また自転車のお話たくさんしたいです。今日全然ね、もっとお話ししたいことがいっぱいあったんですけど、私がわーわー言っちゃったので、いやもうあっという間でしたね、時間あっという間でした、ね、あっという間でした。ということで、またぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。こんにちは。どうもです。やってきちゃいました。来ちゃいました。大丈夫ですか？はい。今回しております。ありがとうございます。今から先生に包帯を巻いていただいて、それで、その包帯の巻き方をちょっと動画に撮って覚えていきたいと思います、はい、これがあの先日動画でお話してた、あのこれ漢方の湿布なんですか。そうです。昔あの整骨院はこういうようなあの塗り薬を作って やってました。はあ、そっか、そう、はい、捉えたんですけど。はい、こんにちは。ちょっと待っててくださいね。これはこう内側に向けて巻いていくって話ですね。そうです。中枢に中枢に巻いていきます、はい、これをこう包帯の行きたい方向に行きたい方向に八の字を書くようにしていきます、はい、でここは貫光して、はあ、で三角にして、そうです。留め金みたい。はい。ああ、なるほど。こういう形で。はい。じゃあやってみましょうか。ああ、じゃあ僕やってみて。いいですよ。うわ、難しそうだな。じゃあカメラを私が今度映して解説しながら行きましょう。はい。すいません。はい。ちょっとこれ。これがここに、そうです、うん、これあれですよね、乾くと
紙のように紙のようになりますよね、はいはい、でこれをこうそのこの辺りからそうですね、はい、逆の方がいいですね包帯こっちが こうですかそうですいや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 あ こ, うふうにこういうことか それでコロコロ回していくああなるほど、はい、これでまずかかとを通しますかかとあ最初スタートがかかとなんですかかかとですねスタートでかかとを通すかかとを通します、はい、それでこう来るとそうはい、あ、こうなかかとを固定しますはい、あ、固定されました、はい、はい、固定されましたね、ここですねはい、はい、力上がってきて、こうなっていくそうですこれをフィギュア8と言いますフィギュア8フィギュア8フィギュア8です、はい、フィギュアですねはい、そしたらで、今度は足首をぐるっと回しますそれで今度三角形を作ります、はい、あこれ三角形こういう形でいいんですかそうです、はいはい、でまたぐるっと回してちょっとぐるっとはいぐるっと回しました、はい、でこれ で、はい、でそれで今度止め金この止め金で止めてよいしょでこう引っ張ってそうです引っ掛ければいいんですもんねはいはい完成ですはいちょっとありがとうございますはいできましたはい先生です。あ、本当ですか、ええ、先生ありがとうございますはいさあ今日はもうあとは撮影に向けて改めて台本のお勉強です明日も撮影があるので頑張りたいと思います皆様放送を楽しみにしていてください今みんなで万全のね感染症対策をしながら撮影を続けておりますぜひとも楽しみにお待ちしていてくださいこのチャンネルではこういった Vlog 形式で日々あんなことこんなことありましたという感じでお送りしておりますここ最近はずっと毎日更新です今日はこっち明日はあっちといろいろやっております継続的に見ていただけると楽しいチャンネルになってると思います皆様ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたしますそして毎週金曜日は夜8時からオンライン酒場石井という形で緊急事態宣言の中なかなか外に飲みに出ることができないということで営業自粛要請の8時から夜8時からのオープンで YouTube の生配信を行っておりますもう本当にみんなで乾杯しましょうっていう感じのスタイルになっておりますので、ぜひともこちらの方も遊びに来ていただければと思いますそれではまた次回の配信でお会いしましょうお相手は石井正則でした